こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯広報担当の玉井です。今日はですね、当店源氏の湯おすすめのサラダ、強風トルーバサラダを頼みました。見た目がもういいですね。美しい、金色に光ってますね。こちらの食べ方といたしましては、はい、その揚げた湯葉を、これあ揚げてるんですね。そうですね、そちらの湯葉を、はい、砕い混ぜていただく、崩して混ぜていただきまして、お召し上がりいただきます。なミルフィーユとか一緒ですね。やっぱサクサクのを潰してこの中のトロトロのと混ぜて食べて、ね、はい、やっぱサクサクとトロトロ両方とも味わえるみたいな。なるほど、そう、分かりやすい先生、ありがとうございます。でね、当店来た際にはこれちょ見た目も綺麗なのにちょっと崩すもちょっとどうかなって思ったりするんですけど、このサクサクとね中のトロトロが本当にこう絶妙な具合なので、ぜひこの今日のトルーバサラダ頼んでいただけたらと思います。こう見た目面白いですね、この中に覗いてるのが。何か見た目を楽しんでいただけたらと思います。失礼します。